こんにちは。今日は2022年7月の24日です。本日の活動報告なんですけれども、いつもと違う場所で説明をしております。はい。ただここですね、ちょっと車通りが多くてですね、撮影しにくいなと思っております。実はこれ何テイク目だろうね。そんな感じなんですけれども、本日と言いますか、前回の動画が7月20日までだったと思うんですけれども、その次の日ですね、7月21日は、産業構成常任委員会のメンバーと、まあ、執行部も出席して、酪農家の方々との意見交換会に、行ってきました。で、まあ、委員会として正式なものではなくてですね、あくまでまあ任意ということではあるんですけれども、酪農の、ね、経営状況の厳しさというのをしっかり聞かせていただいたという感じです。で、まあ、以前の動画、前回の動画でですね、補正予算の話をしたと思うんですが、ですね、まあ、コロナ対策の給付金というか、まあ、補助金のメニューをですね、もっとしっかり市民に還元すべきではないかというふうなお話をさせていただきました。で、三好市がですね、このコロナの予算といいますか、臨時の交付金で、そういった畜産関係の補助金というのをメニューを作っております。非常にいいなと思います。で、それがそっくりそのまま秋田市で使えるかどうかっていうのは、まあ、わからないんですけれども、まあ、わからないというか、うん、もっと練らないといけないとは思うんですけれども、そういったものをね、しっかり、委員会としても取り組みたいなと、取り組んでいけたらなと考えております。本当にね、まあ、コロナの給付金って今までいろいろ出てきたと思うんですけれども、いろんなメニューがあって、ただ、まあ、畜産関係の方はそれがもう全く条件として使えなかったというね、お話も聞かせていただいたので、そこはもう別枠でね、しっかり、まあ、酪農家さんというか畜産の農家さんがね、使えるようなメニューを作っていけたらなと思っております。というかね、給付金そのものをもっと市民に還元するようなメニューをどんどん作っていくべきだろうなというふうに感じております。はい。で、23日、昨日ですね、神楽甲子園にちょっと行ってきました。その様子はこんな感じです。はい、高校生といえどレベルが高いなと、いや、なんか若いっていいなと思いました。そしてですね、今日24日なんですけれども、まあ、市政クラブで、ちょっと座談会を開催しております。ようやくスタートしたという感じなんですけれども、午後はですね、向原町で、やりまして、これから吉田のクリスタルアージュの方で開催します。この後もね、まだいろいろな各地もあります。ちょっと予定がこんな感じです。ですのでね、もし時間が許す方がおられましたら、ぜひともね、参加していろんな意見を聞かせていただければと思います。はい、今日はね、この辺でというか、まあこれからね、座談会ありますので、しっかり皆さんの意見を聞いていきたいと思います。いや、まあいい加減もうね、髪切り行きたいんですけど、なかなか行く時間がありません。はい、それではね、今日はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。